どうも、タカボンスです。5月21日、0時より、風より姫が復刻します。ラストワードは、人間、妖怪を中心に、広範囲特攻、特攻前提で話すと、月戦型マリサと同等以上の周回火力、3ブーストだと完全に追い越します。高倍率の残熱弾持ちですが、速力上昇なしで、この火力のため、妖怪上昇ランクも含め、伸びしろが大きいのもポイントです。ただし、これだけだと、高火力アタッカーの一位に過ぎずといった感じです。手持ちにどれだけ容器広範囲と砲弾持ちがいるかで、より姫の価値が決まります。味方全体のクリティカル攻撃5段階上昇、クリティカル防御2段階ダウン、合計7段階にもなるクリティカル火力上昇に加え、命中陽光上昇、そして要望ダウンと全体に及ぶのが特徴です。同じく容器で広範囲と砲弾持ちの飛風豊姫、飛風サグメとはお互いに相性が良く、この3人を編成しての雷帯3ウェーブ探索を攻略していくテイト3人編成というのが鉄板の一つとなっております。ただし中核となるのは豊姫サグメなので、3人目は別に頼姫じゃなくても良いかなという微妙なラインです。ネックとなるのはスペルカードのブーストの重さです。特に全体スペルカード1バレット目に特攻弾残熱弾もなし、3ブースト目でようやく本領発揮といった感じで、豊姫サグメの霊力上昇等のサポートは欠かせません。スペルカードに霊力上昇があるため、単独で使う場合は全体スペルカードはほぼセットアップ用と言っても良いでしょう。単体スペルカードはブーストこそ重いですが、前半に特攻弾が寄っていてクリティカル火力上昇手段が多いため、特攻対象時の火力は凄まじいです。天聖火線のラストワード周回火力と比較します。手札は貫突ブラッディーオーダー。次に飛風頼姫、手札は同じく貫突ブラッディーオーダー。スキル能力フル使用という条件ですが、天聖火線のラスワに準じる威力といった感じです。このように高性能ながら所々穴があるといった感じです。狙うかどうかは一旦保留して、飛風豊姫が復刻するかどうかまで確認することを推奨します。飛風豊姫は軽くこそ頼姫に劣りますが、全体的な使い勝手はこちらの方が圧倒的に良いので、豊姫の方を優先しても良いです。以上、参考になれば幸いです。